ミマイナス 8MT、マイナス8ミマイナス17、マイナス17ハンガリー空軍のミマイナス17ミマイナス17は、ソ連の ML ミーリ記念モスクワヘリコプター工場が設計した中型多目的ヘリコプターである。国内名称はミマイナス 8MT、輸出向けの機体がミマイナス17と呼ばれた。ソ連崩壊後は、火山ヘリコプター工場と、 ウランウ航空機工場にて開発が継続されており、各種派生型が生産されている。北、大西洋条約機構は、ヒップエイツの名とコードネームで識別した。1964年、ミマイナス8の改良型となるミマイナス 8M の計画が開始された。この年には、補助動力装置として、機体、 中央線上にジェットエンジンを装備する高速型のミマイナス 8S の開発も始められた。ミマイナス 8M では動力機関を出力を強化した新しいターボシャフトエンジンに変えるほか、当初はティルトローターの採用も検討されたが、これはすぐに放棄された。年々増加するヘリコプター便の利用者数に鑑み、ミマイナス 8M には40名の乗客を運ぶ能力が求められた。 その結果、未マイナス 8M では機体を延長することで、搭載空間を増加し、有効荷重を4トンとすることとされた。この能力は、1000人機の未マイナス4はもちろん、同世代の海外の機体と比べても特に優秀な、ものであった。1967年11月、共産党中央委員会と人民委員会議は、この改良型ヘリコプターの完成を許可する政令を、発した。 この時には MVZ は実機模型を完成していた。この機体には1960年代後半に開発された出力1900馬力の TB3 から117を2機搭載することが予定された。1971年には未 8M の計画概要はザギーの認可を経て次の段階に進められた。すなわち機体を延長する。 大掛かりな解説系を必要とする最終発展型の前に従来機との中間に位置するような最小限の変更だけを施した機体を製作するということが決定された。従来のみマイナス 8T に搭載された TB2 から117エンジンは新しい TB3 から 117MT に換装され強化されたトランスミッションなどが搭載されることとなった。これに加え、 補助動力装置として AI-9V エンジンが主動力機関の間に搭載されることとなった。また、飛行特性の改善のため、テールローターは従来とは逆に回転する、要、左舷側に装備されることとなった。計画設計は良好であったが、MVZ の開発部門は同時に V-12 や M-14、M-24 といった重要な機体の開発を、 並行していっていたため、また、すでに十分な能力を持った未マイナス8シリーズの生産が軌道に乗っていたため、設計人がそれほど必要性を感じなかった未マイナス8改良型の開発は遅滞した。しかしながら、1970年代初頭から、それまで運用されてきた未マイナス4の大量体液が開始されると、これを代替する新しい機体の供給が重要度を、 マスコットとなった。TB2 から117を搭載するミマイナス8は、高山地帯や熱帯地方などでは運用が困難で、それらの地域で運用されてきたミマイナス4を代替するのには向かなかった。ここに来てミマイナス 8M の開発は急がれるようになり、1975年夏には機体が完成され、8月17日に初飛行を実施した。 森林火災の消火活動に従事するクロアチア空軍及び防空軍のミマイナス 8MTV マイナス1飛行試験においてミマイナス 8M は際立って良好な性能を示した。特に飛行上限高度と上昇力は目立った性能向上を見せた。ミマイナス 8M の横桁2本から3本に増設された。この機体は1977年に未マイナス8。 MT としてソ連軍に正式採用され、KVZ にて生産が開始された。翌年には改良型の TB3 から 117MT シリーズ3エンジンが搭載された。TB3 から117には、後に防塵フィルターが取り付けられた。当初、TB3 から117搭載機の数は、先の TB2 から117搭載機に比べ、少数派に止まっていた。 しかしながら、アフガン戦争における戦闘では、TB2 から117はその本領を発揮できず、1980年代、中盤までには生産ラインでは未マイナス 8MT と、その派生型が主生産型となっていった。KVZ では、1977年から1997年にかけて3500機以上の未マイナス 8MT と、その派生型が製造された。 それらの機体には TB3 から 117MT あるいは TB3 から 117VM が搭載された。1981年にはナス8 m t は初めてフランスパリノルブルジェ空港で開催されたパリ国際エアショーに出展された。この時のパンフレットにおいてナス8 m t には海外向けの名称として新たにナス1 7の名称が与えられた。 名称が新しくされたのは商業的な理由からである。旅客機型としてソ連国内に供給されていたミマイナス 8T の派生型ミマイナス 8P 同様の設備を持つ機体として開発されたミマイナス17の派生型はミマイナス 17P と命名された。このほかミマイナス17には海外向けの多数の派生型が提案内し生産された。ミマイナス17は 世界の10カ国の軍隊で採用された。未 -18、マイナス -18 詳細は、ス -18 を参照ス -8MT の量産が開始された1977年には、MVZ 火山支局は、TB3 から117搭載型ス -8 の開発第2段階に着手した。開発には2機の量産型未 -8MT が供された。この機体では、 貨物室の増積のため胴体が延長された。その結果、従来の24名に代わり29名の空挺兵を28名に代わり36名の乗客を12名の傷病者に代わり18名を輸送できるようになった。電子装備も刷新された。空挺兵の登場及び効果が容易になるよう、キャビン弦に扉が追加された。 光着装置も引き込み式に改善された。さらに、ガラス繊維を使用した繊維強化プラスチック製ローターや新型エンジン、レーダーの搭載も計画された。こうした回収の結果、機体の空気力学特性のみならず、機体対応性や振動特性も飛躍的に向上された。この機体は未 -18 の名称を与えられ、1979年から、 試験が開始された。1984年4月28日には、初飛行し、工場試験では、優れた成績を収めた。しかしながら、政府は、ペレストロイカの一環として、従来型機の派生型開発の中止を決定した。未 -18 も、開発中止となり、新しい未 -38 の開発に、専念することとなった。 ス -18 の開発経験の所要素は、量産型のス -8MT-17 に適用されて、いくこととなった。ス -8MTV-8 ス -17 から1ボルトマイナス1 7から1リトアニア区群のス8 m t v 1 9 8 0年代には、ス -8 はすでに、古き良き時代の機体となっていたが、その次なる重要な開発段階として、 これに出力1639馬力の TB3 から 117VM エンジンを搭載する派生型が開発された。1985年から2年間の間試験が行われた、この機体は未マイナス 8MTV と命名され、新しい基本型となることが決定された。エンジン性能向上により未マイナス 8MTV は標高4000メートルまでの高地で離着陸可能となり、 また、水平飛行であれば、高度6000メートルまで可能になった。他、上昇力、航続距離なども向上。搭載機材も近代化され、気象観測レーダーや長距離広報レーダーが搭載された。実戦で必要性が問われた、操縦席の装甲板燃料タンク保護、機種及び、ビブの PKT 機関銃、6カ所のハードポイント、 チャフフレアディスペンサーなどが増設された。アフガン戦争の経験から機体の各部分の生存性向上も図られた。安全性の向上のため、ス8 m t v にはフランス製緊急着水装置が搭載された。1988年より本格的な量産が火山にて開始された。2-8MTV には後にいくつかの派生型が製作されたので、 この最初の派生型は未マイナス 8MTV マイナス1と呼ばれるようになった。基本型は輸送、エアボーン、吸収、救急、定期便、火力支援及び地雷布設など、あらゆる任務に使用できる、要、各派生型が用意された。未マイナス 8MTV の輸出型となる未マイナス17から1ボルトでは、TB3 から 117BM が搭載された。 このエンジンの出力はまた、従来通り主機に加えて、補助動力装置として、AI-9V ジェットエンジン1機も搭載した。貨物室には1機、または2機の増加燃料タンクを装備でき、これにより、航続距離は著しく増大した。また、昼夜間の飛行を可能とするため、流線型の機種に、新しい機動レーダーなどの電子装備が搭載された。着装置は、 新しい体氷型の VR-17 が装備された。2-17から 1V は30名の空挺兵を輸送、降下させることができた。また、12名の傷病者と医療器具を搭載して救急輸送機として使用することもできた。貨物に関しては 4000kg までの物資をキャビン、または機外に積載することができた。 強襲型については6箇所のハードポイントを有した。そこに装備される BD3 から57、KRVM パイロンには、20発の S-8、ロケット弾を収納する B8V20、ロケット弾ポットを4機化、あるいは 23mm 機関砲 GSH-23L を格納した a p ッ -23 から250、機関砲ポット。 もしくは 50kg から 500kg の軽量の爆弾を搭載できた。自衛用装備としては PKT 機関銃が前方に搭載された。また、アクティブパッシブ電子装備も偽装された。輸出向けのバリエーションとしては、エンジンをプラットホイットに PW127 としたもの、電子装備を西側製にしたものも開発された。2-8AMT。 マイナス8ミマイナス171マイナスマックス07で展示されたミマイナス171種テルミナートル一方ユーユスでは1991年よりミマイナス 8MT の生産が開始されたその機体は若干の変更を加えられ新たにミマイナス 8AMT の名称を与えられた輸出型はミマイナス171と命名された ス8 a m t には、輸送、エアボーン、救急、旅客、空中消火に使用できるよう、要、核派生型が用意された。エンジンは、ス8 m t v 同様に、TB3 から 117VM が搭載された。機体構造にはいくつかのバリエーションがあるが、輸送機型は、従来の半球型ローディングランプ扉を大型の、平面的なトラップ型扉に変更している。 消防機型は4000リットルの消火器を搭載することができる。裏腕では1990年代のうちに数百機のミマイナス 8AMT-171 が製造された。1997年にはミマイナス 171A がロシアにおける形式証明を得た。1999年にはミマイナス171の中国における運用許可となる。 FAR-29 の形式証明を得た。これにより、未 -171 は中国での陸上及び水上における乗客、貨物輸送に使用できるようになった。また、1997年には未 -8、AMT の輸送教習ヘリコプター型となる未 -8 アンチも、ウラン腕で初飛行を実施した。U、US では、 このミマイナス8アンチをミマイナス171種の名称のもと攻撃ヘリコプターとして販売している。ミマイナス8アンチでは操縦席の装甲が下部及び全部を中心に増加された。ハードポイントは6箇所で各種武装を搭載できるようになった。機体のご半球は遠隔操作される PKT 機関銃が防御した。ハードポイントに搭載する武装には 対戦車ミサイルとしては QM120、アターカー V、または QK114、シュトゥールム、空対空ミサイルとしては QK38、イグラが、主武装に含まれた。これらのミサイルは、4連装ランチャーを利用して発発傾行できた。この他、ロケット弾ポットや爆弾などが搭載できた。電子装備については、おなじみマイナス171種という名称であっても、 採用国によって異なる仕様が見られた。特に、原型機では、機種化に装備されていた電子工学ポット類が、輸出機では、オミットされている場合が多かった。2-8アンチ171種は、1997年のモスクワのマックス九9 7とイギリスのファーンボロー97、および1999年のファーンボロー99などに出展された。 ファーンボロー99では、テルミナートルという愛称を与えられた。ミマイナス8アンチ、171種は、同世代のミマイナス24と、同水準に偽装するのに比較的安く済み、また、運用上の柔軟性では、ミマイナス24を上回っている。また、ミマイナス8の運用実績や、導入予定のある国にとっては特に運用しやすい。こうした長所から、ミマイナス八アンチ、 171種は、アルジェリアやマレーシア、チェコ、クロアチアなどに採用されている。ミマイナス 8MTV マイナス5、マイナス8マイナス5、ミマイナス 17V マイナス5、マイナス17マイナス5イラク空軍のミマイナス17、v マイナス5、ミマイナス 8MTV マイナス1、17から1ボルトに続き、1990年には、火山ヘリコプター工場にて、 新しい基本型となる m ス8 m t v 2と m ス8 m t v 3が開発された。これらのキャビンには従来の24名に代わり30名の空挺兵を収容できるようになっていた。また、走行も強化され、各種システムも近代化された。m ス8 m t v 2では、スタブウィングのハードポイントは6箇所であったが、 未マイナス 8MTV マイナス3では4箇所に減税られ、代わりに対応する武装の種類は8種類から24種類に広げられた。未マイナス 8MTV マイナス3は強度と弦を増したソーダローターやパラシュートを使用しない空挺兵のためのシステム、重い物資を釣り上げることのできる、機上機重機を装備した。1991年に完成した未マイナス8。 MTV-3 は輸出用の VIP 使用機である MI-172 の原型機となった。MI-172 は1994年に完成し FAR-29 の形式証明を得た後輸出された。MI-172 のロシアでの形式は MI-172 へと呼ばれた。1992年には 全ての近代化改修を取り入れた派生型となるマイナス -17M が完成された。これまでの改良点に加え、マイナス -17M では GPS 広報システムと新しいレーダー、大型化された弦側扉、マイナス -26 式に改められた平面的な形状の水圧式タラップ型ビブローディングランプが装備された。カナダのケローナフライ社よびハネウェル社との交渉の結果、 共同で西側仕様の派生型となるマイナス1 7 k f が開発された。この機体は西側製の機材、特にグラスコックピットで特徴付けられた。エンジンは出力1923馬力の TB3 から 117MT と2070馬力の TB3 から1 1 7メガボルトが任意に選択できた。なお、KF とはケローナフライの略号である。 ス -17M は、1997年に、火山にて、ス -17M のデモ機が、当面の基本型となるス -8MTV-5 の基礎を作るために製作された。ス -8MTV-5 は、輸出名称未 -17V-5 あるいは未 -17MD で呼ばれ、輸送機として、国内外の航空機市場にて、大きな成功を収めた。 ミマイナス 8MTV マイナス5が従来型と異なるのは、機体形状と構造が近代化された点であった。右辺には新しい出入り扉が設けられ、左辺の扉は著しく拡大された。ランプの両開き扉はミマイナス 17M 同様水圧式のタラップ型扉に改められた。空底形積は36に増加された。こうした解説系により、 空挺兵は3組に分かれ、後部ランプと左右2つの扉から同時に降下することができるようになった。36名が降下するのにかかる時間はわずか15分であった。左舷扉が拡大されたことにより、新しい救助用装備品を搭載することができるようになった。装備品には 300kg までの物資を釣り上げられる機重機も含まれた。この装置を使い、 未マイナス 8MTV マイナス5は同時に3名の人間を速やかに釣り上げることができた。床面に備わっている大型のハッチを開けることにより外部に4.5トンの物資を吊り下げることができた。未マイナス 8MTV マイナス5の機種部分は完全に新しくされていた。流線型に改められた機種には新しい気象レーダーや電波装備を搭載することができた。 未 −8MTV−5 には、新しい後方装備や夜間暗視装置が搭載された。暗視装置の追加により、未 −8MTV−5 は、全天候下において、また、あらゆる時間帯において、積極的な活動ができるようになった。最終的に、未 −8MTV−5 は、新しい外見と、新しい装備を得て、今後とも主力機として未 −8 の派生型が、 世界中で運用されていく素地を作り上げた。KVZ で製造されているミマイナス -17 から1、ボルトミ、ミマイナス -172、ス -17V-5 マイナスは、いずれもグラスコックピットと海外製の任意の機材を装備できるよう設計されている。エンジンは、新しい VK-2500 が用意されており、このエンジンは通常で2400馬力、 緊急時には2700バリー機の出力を発揮できる。補助動力装置には、チェコ製のサファーマイナス 5KG が選択されている。高山地帯であるチベットで行われた、原型君マイナス 17V の試験では、飛行高度は7950メートルに達し、標高5.5キロメートルの地点での離着陸にも成功した。エンジンの始動は、標高6キロメートルまでで行うことができる。 ソ連軍のミマイナス -8MT カザフスタン防空軍のミマイナス -8MTV ミマイナス -8AMT マイナス8ス -8MTV-1 の裏腕航空機工場製造版ミマイナス -8MTV-1 から若干の変更が加えられているがエンジンは変更されていないミマイナス -8 アンチマイナス8ス -8AMT の強襲ヘリコプター型 対戦車ミサイルを運用できる。2-8MT、-8 未 -17、-17 基本型。TB3 から 117MT を総発とし、補助動力装置として搭載。2-8MTV-1 未 -8、MTV、-8 未 -8MTV-1、-8-1 武装輸送機型。 tb3 から 117vm エンジンを搭載した。飛行上限高度が6000メートルに向上された。1988年より火山にて製造された。ミマイナス8 m t レターユシチークラーン、-8 相性はロシア語で空飛ぶクレーンの意味。貨物室に備えられたクレーン操作室が特徴。ミマイナス8 m t メテオ、マイナス -8 気象観測機。 1990年に12機のミマイナス 8MT が、この仕様に改修された。ミマイナス 8MTT、マイナス8機関した、宇宙船の捜作機。ミマイナス8また、マイナス8近接戦術偵察機型。ミマイナス 8MTB、マイナス8空中病院機型。1978年に製作された。ミマイナス 8MTV マイナス2。 マイナス8マイナスに強化された防護装甲と新しいテールローター、ヘリボーン装備、重量物引き乗用機上クレーン及び新しい機内装備を搭載し、操縦配線系統の耐久性を高めた回収型。30名の空挺兵を輸送できた。2マイナス 8MTV マイナス3、マイナス8マイナス3より高度な改良型。 対応武装の種類を増やす代わりにハードポイントを四箇所に減じたミマイナス八 MTV 三 G マイナス八マイナス三ミマイナス八 MTV マイナス三の派生型で空中病院機型ミマイナス八 MTV マイナス五マイナス八マイナス五ミマイナス十七 V マイナス五マイナス十七マイナス五回収型新しい複合素材を用いたローターブレード 軸等、緊急用着水装備、新しい燃料系統、二室式ブースターで特徴付けられる。機外にはまた、5トンまでの物資を吊り下げることができる。1997年に完成された。ス8 m t v 7 -8-7 ミマイナス 17V-7、-17-7 ミマイナス,ス,ス 8MTV-5 のエンジンを、 VK-2500 に補助動力装置をサファー5 k g ミに換装した。ペイロードが 1000kg 増加し、巡航速度が時速 20km 速くなった。ス -8MTBM-8 医療機型。いわゆるドクターヘリである。ス -8MTBMPS-8 捜索救助医療機型。ス -8MTD。 マイナス89難機型。帰還した、宇宙飛行士や事故で不時期した、航空機の遭難者を捜索する。未マイナス8マトコ未マイナス8マトコ、マイナス8未マイナス 17N、マイナス17、多目的中夜間輸送戦闘ヘリコプター型。光学電子、ジャイロスタビライザー、赤外線及び、レーザー暗視装置、中夜間用監視装置、中夜間用広報装置など、 24時間前、天候下において活動できる新装備が搭載された。また、搭載武装も強化され、各種ロケット弾や、機関砲コンテナのほか、対戦車ミサイル QM14、マリュートカならば6発、m 1 7 b スコルピオンならば4発を搭載できる。ロシア連邦軍が、チェチェン戦争及び北カフカースで試験したほか、ベラルーシ空軍及び、 防空軍に採用されている。輸出向けのミマイナス十七 n の n は、夜間用を意味する。の略号。ミマイナス八 mtm マイナス八空中病院型。ミマイナス八 mtn マイナス八宇宙飛行士の医療支援機。一九百七十九年に完成。ミマイナス八 mtp マイナス八電子妨害機型。ミマイナス八 mtpb。 マイナス8電子膨張が生き型。輸出型は、ミマイナス 17PP と呼ばれた。ミマイナス8マトッピー、マイナス8電子膨張が生き型。ミマイナス 8MTPSH、マイナス8電子膨張が生き型。ミマイナス 8MTPD、マイナス8電子膨張が生き型。ミマイナス 8MTPR1、マイナス81電子膨張が生き型。ミマイナス 8MTPR2、 マイナス8に電子膨害機型。ミマイナス 8MTS、マイナス8電子膨害機型。ミマイナス8マトゥー、マイナス8電子膨害機型。機種に大型の円形ドームがタレドームを備える。ウクライナ空軍が配備していた。ミマイナス 8MTSH1、マイナス81電子膨張機型。ミマイナス 8MTSH2、マイナス8に電子膨張機型。 未マイナス八 mts－ h 三、マイナス八三電子妨害域型、未マイナス八マティア、マイナス八リバース電子妨害域型、未マイナス八 mt－ 一 s、マイナス八マイナス一電子妨害域型、未マイナス八 mts－ マイナス八電波偵察器型、一九八十六年に完成、未マイナス八 mtt、マイナス八電波偵察器型。 1986年に完成。2-8MTSKA1-8、AH、農業用機型。2-8MT k -8FI 写真偵察機型。1984年に完成。2-8MT k -8FI 炎膜妨害機型。1987年に完成。2-13-13M-8 マティ。 マイナス8電子防害機型。未マイナス14、マイナス14水陸療養機型。未マイナス17から1ボルト、マイナス17から1未マイナス 8MTV マイナス1の輸出型。未マイナス17から1馬マイナス17から1空中病院機型。1989年のパリ航空省で公開された。出力 1678KWT の TB。 3から 117VM を搭載した。ミマイナス -17G、マイナス -17 ス 17, -17 から1場の輸出向け派生型。ミマイナス -17KF、マイナス1 7イ輸出型。カナダのケローナフライお及びハネウェル社との共同開発で完成された。イルカ型機種に西側製電子装備を搭載する。ミマイナス -17M、マイナス -17 改良型。 大型のタラップ式、ローディングランプを装備した。積載量は5トンに増加され、搭載機器も刷新された。1992年に完成された。ミマイナス1 7 b 1 7旅客機型。ミマイナス1 7 p i 1 7輸出向けの電子妨害機型。ミマイナス1 7 p p マイナス1 7輸出向けの電子妨害機型。 ミマイナス 8MTRB の輸出仕様。ミマイナス 17PG、マイナス17輸出向けの電子妨害機型。ミマイナス17ラ、マイナス17電子専用の派生型。1990年に登場した。ミマイナス 17V マイナス5、マイナス17マイナス5ミマイナス 17MD、マイナス17ミマイナス 8MTV マイナス5の輸出型。右辺の扉。 タラップ式、ローディングランプ、イルカ型機種を特徴とする。ミマイナス 17V マイナス7、マイナス17マイナス7ミマイナス 8MTV マイナス7の輸出型。ミマイナス171、マイナス171ミマイナス 8AMT の輸出型。ミマイナス 171A、マイナス171ミマイナス171の民間旅客輸送型。 形式証明 FAR29 および JA29 r を取得。2-171A1-1711-2-171 の民間貨物輸送型。形式証明 FAR29 および JA29 r を取得。2-171E-171-2-171 のエンジンを VK-2500 に換装。 未 -171TP-171 未 -171 の改良型。1997年に完成。未 -171 種 -171 未 -171 種未ス8アンチ強襲ヘリコプターの輸出型。未 -172-172 未ナス8 m t v 3の輸出型。1991年に完成。 1994年に、形式証明 FAR-29 を取得。2-172PT-172 改良型。1997年に完成。2-17Z-2 電子防害機型。チェコスロバキアで製作された。2-18-18軍用輸送機型。貨物必要席を増やすため。 胴体が1メートル延長されている。政治、経済的理由から開発は中止された。未 -19、マイナス -9 ソ連では空中式通信機型としてス -8t をベースとしたス -9 を生産してきたが、ス -8mt の完成により1987年をもって、同型の製造はス -8mt をもとにしたス -19 に切り替えた。 ス -19R-19 ミサイル手段用に製造されたス -19 の派生型。軍用及び準軍用のみ掲載。は、保有機数。オペレーションフラッシュポイントシリーズ、ロープ、CWC ソ連軍陣営で使用可能な輸送ヘリコプターとして登場する。ロープ、DR 中国人民解放軍が使用する。 ヘリコプターとして、未 -171 が登場する。非武装の輸送型とロケット弾ポッドを搭載した、対地攻撃機型の2種類が登場する。オペレーションゴーストミッション3では4機、ファイナルミッションでは、テロリスト集団のボスが逃亡の際に乗り込む。いずれもスティンガーで撃墜することになる。バトルフィールド2メックの輸送ヘリコプターとして登場する。 ドアガンとして機体左右の扉に高度重機関銃を搭載している。マーセナリーズ北朝鮮中国軍と反乱軍の輸送ヘリコプターとして登場する。ありがとうございます。